あ、こんなんあるんだ。これまでのあらすじじゃ、自分は勇者の生まれ変わりである、その真実を知った事実を知った、ミカミックスは自らの使命を果たすべく医師の村から旅立ち、北のデルカダール王国へとたどり着くが、大地にあだなすものであると地下牢に投獄されてしまう。同じく投獄されていた謎の青年カミュの助けにより地下水路へと脱獄を果たしたミカミックスは、デルカダール兵士やブラックドラゴンの追撃を振り切り、なんとか外への脱出を試みるが、とうとう崖に追い詰められてしまう。勇者の奇跡を信じるという神と共に意を決し、崖から飛び降りたミカミックス。神に起こされ目を覚ますと、そこはデルカダールの外れにある教会であった。はい、ということで、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラゴンクエスト11、続きをやっていきましょう。まあ、前回のはね、さっきのあらすじのところであったので、デルカダールの教会。まあ、こっからもう一回デルカダールを目指すと、カミューがなんか忘れ物してきた的な感じを言ってたんで、ここにまたクエストがあるな。お前と一緒にいる青い髪の男はカミューって言うんだな。お前たちはいいパートナーになりそうだ。お前とカミューなら2人で協力しないと使えない技、そう、連携技も繰り出せるだろうな。連携技ってのは特技と特技が組み合わさることで発動する強力な技、覚えておいて損はないぜ。そうだな、お前とカミューの2人でシャドウアタックが使えそうだ。試しにそれで魔物を倒してみな。それでお前にも分かるぜ、共闘の素晴らしさってもんが。戦いの経験を積むついでにやってみるか。クエストを依頼されました。はい、やってみよう。一つ要注意だが、シャドウアタックはお互いがゾーン状態でないと使えない。どれだけゾーン状態になりやすいかだよね。共闘の勧め、まあこれは別に期限とかなさそうだからね。ちょっと教会周りのところは探索しようと思います。井戸そのまま入ってったんだけど、井戸に入ろうとするやつとかいねえだろ。結構広くないか。しかも、あ、宝箱がある。回収しよう。とんがり帽子ちょっと装備する。装備ミカミックス、これさ、体験じゃなくて普通に剣でいいっしょ。あれ、兵士の剣ってどこで手に入れたっけ。神が持っている。あれ、今何、神何装備してんの。持ち物を装備してるわけじゃないよね。で、左手ないないけど、体験の方が強いか。ちょっと盾買おう、やっぱり。で、バンダナよりとんがり帽子っていうか、攻撃魔力とかも上がるじゃん、回復魔力も。で、旅人の服、鎧着たいな。今のお守り、あ、アクセサリー2つ。見た目なし。え、何これ、見た目とか変わってなくね。だって剣は変わってるけどね。とりあえず装備って何だって、神は神の探検でしょ。右手、左手、ん、左利き、こいつ頭、これバンダナ装備させよう。旅人の服、アクセサリーはない。まあいいか、これで。他にはなさそう。なんか逆方向もあるよね。逆方向どころかもう2つあるし。壺割っていこう。獣の皮、こういうのでも誰かが置いたものでしょ。本当に完全盗賊だよな。まあでもなんか神はちょっとそれっぽい、盗賊っぽいけど。落ちてるアイテム、小さな鱗。ここら辺のなんか素材チックなやつがどうなるかだよね。ドラクエでいうと大体なんか錬金の壺とかそういうのになんか生成するけど、ここ最近の動きとして。じゃ、この中の探索はこんなもん。もう少し周りを見ていきます。なんか怒ってないか。
あれなんかいる。ってか、タル壊そう。お、魔法の小瓶。これって魔法の聖水のちっちゃいバージョンかな。なんか積んである。特に意味はないか。これは何でもない。こっち側もまあいけるはいけるけどね。地図を見てみよう。下がナブガーナ密林、上がデルカダール。なので上を目指していきましょう。こういうとこはちょっと飛び降りれないんだよね。あ、そこまでアクション性があるわけではないんで。でモンスターはちょっと見つけたら手当たり次第殺していこう。お金が欲しい。そもそもレベルも上げたいし。あれ、自分が今あれか、ゾーン状態か。スカラ使ってくるよね。いて、動けるけどどうなの。あんまり動く意味ないと思うんだけど。いや硬そうだな。作戦設定バトルスピード、そこちょっと早いに、超早いにしてみよう。演出切り替え、これでいいや。いつも通り行こう。いやー、痛え。ほら、うん、結構経験値持ってんな。ホイミ使ってこう。もうどんどん使ってこう。でこっちのリリパッドも倒す。せいや一体か。あ、仲間呼んできた。どこからともなく降ってきたんだけど。なんかここら辺怒ってないかな。特に落ちてる感じではない。ありそうな雰囲気はあるけどね。でこれなんだっけ、名前を忘れた。マンドラ。え、さっき銃で倒したの。おととい来やがれ。モモンじゃん。だからドラクエはそんなにね、お金に余裕があるゲームじゃないんで、装備を整えるだけでも結構手一杯なんだよね。俺たちの勝ちだ。お、宝箱。あ、獣の皮。モモンじゃっぽいね。いや、もうどんどん倒していこう。とにかくまずはやっぱ銅の剣と、あとあれが欲しい、革の鎧。普通に縛りプレイ、なんか防具なしみたいなのあったよね。超きつくない。薬草。あ、なんか光ってる。これを取ろう。あ、いっぱい起こってきた。レッドベリー、レッドベリー。風切りの羽、風切りの羽って最初のとこで変な男に渡したよね。結局何の効果があるか見ないで。あっ、ゾーンに入った。てかあんまり強くなった感がないんだけど。いて、やべ。俺もちょっとやばい。ホイミを唱えよう。あと俺がゾーンになればいいんでしょ。結構大変じゃないか。てかゾーンってランダム、完全に。おお、来た。連携できる。シャドウアタック、敵一体を一人が引きつけ背後から不意打ち。やってみよう。2回当たるね、ちゃんと。しかも強えし。
魔物を倒した。デルカダールの丘にいる導きの教会にいる戦士に報告しよう。え、報告に戻りたい。ちょっと戻る。シャドウアタックやりましたぜ。待て、言葉はいらねえ。幾多の戦いを乗り越えてきた俺にはわかるぜ。言われなくてもひしひしと感じてやがる。その眼差し、その立ち振る舞い、お前の全身から放たれる輝き、全てがこう物語ってるぜ。連携ってどうやったら覚えるの。そもそも金のネックレス、呪文と特技を覚えればいいのかな。単純に3人がゾーン状態。あれ、これ最高何人？ 4 人とか。ドラクエはだいたい4人だよね。金のネックレスを見てみよう。風切りの羽って何？あ、これなんか素材っぽいね。魔法の小瓶、マジックパー10、回復。あれどこ？あれブーメラン持ってんじゃん。でもまあそんなになんかまだ敵がいっぱい出てきてる感じじゃないしね。あ、装備袋か。最大ヒットポイントが少し増える。じゃあちょっと俺が装備しよう。で寝る。ちょっと寝ます。じゃあまたデルカダールを目指していきましょう。まあ、道中魔物は倒していくけど、まあ、ちょっとカットしながらやっていきますか。はい。なんかめっちゃリリーパッド呼ばれたんだけど。50。スキルポイント2。よっしゃ。こいつもスキルポイント2。振り分けない。革の帽子。ヒットポイントは回復してるね。終わったな。宝箱、獣の皮、素材系か。じゃあ木のところまで来たんで、こっから先はまだ進んでないんで、また倒しながら行きますか。終わったな。薬草。俺たちの勝ちだ。だからの子2つ落っこってきた。獣の皮、薬草。各魔物ごとに判定あるね。これ上か。どうしよう。先こっち見よう。落っこっている何かが。変なやつがいる。蝶の羽。こいつ何？消えた。え、マジ何こいつ。あれ、現れた。え、何なの今は。特に何も関係ないのかな。主人公も見えてるんだか見えてないんだか何の反応もないからね。ま、上に登っていきますか。デルカダールの丘。
上の城下町とは違う雰囲気で驚いたら、ならず者たちが暮らす吐きだめ。ここもまたデルカダールの一つの顔さ。1年前俺は相棒のデクと協力し、古代からデルカダール王国に伝わる秘宝レッドオーブを盗み出した。まあ下手を打って捕まりはしたが、あらかじめオーブは後から回収できるよう安全な場所に隠しておいたのさ。まっすぐ進んだ先に城下町のゴミを集めたでっかいゴミ捨て場がある。その奥を掘り返してオーブを埋めたんだ。やつら自分たちが出したゴミの中に自分たちのお宝が隠されてるなんて夢にも思ってないだろうぜ。さあさっさと回収しに行こう。ゴミ捨て場はこの奥だ。清掃業者が持ってったりしないのかな。ちょピンクのやつは話しかけよう。ここはデルカダール城下町の仮想豊かさに見捨てられた町。あんたここの住人ではないようだが、こんな場所に一体何しに来たんだ。特に用がないなら長居はしない方がいい。ゴミ捨て場に用がある。仮想の真ん中あたりにある。教会みすぼらしいで、みすぼらしいけど一応教会はある。こういうところなんかあんのかな。特に取れそうなものはない。武器屋とかあるじゃん、ちゃんとマーク的には。ちょっと武器屋買っちゃっていいよね。買っちゃおう。銅の剣片手剣でいこう。でミカミックス、一応攻撃力1上がる。あとブロンズナイフ、まあ、まだナイフでいいよね。ブーメランもね、役立ちそうな。てか歌詞のブーメラン持ってるし、神の探検よりは強いよね。であとゲー、一気に金がなくなった。そう、金が一気になくなるんだよこれ。やっぱり金はきついな。盾装備したかったよな。盾買えるお金なさそう。石の体験とか売れないからね。神の探検も絶対売れないよね。あれ、この子何やってんの。いらっしゃい。どれも見てくれはいまいちですが、質は悪くないですよ。下法何、こうやって心に訴えるんだな。こういう子からは何か買ってあげたくなっちゃうよね。買わないけど。あらくれ。ここは仮想名物露天の酒場。屋根もなければ飯もまずい。粗末な酒場だが、酒の安さと踊り子の可愛さは抜群。ダイアナちゃんに会いに来たのかい。誰、一度見に来るといいよ。見たい、ダイアナちゃん。こいつではないことは確かだ。あ、ここゴミ捨て場だね、例の。多分この先に。こいつなんだ。あんた外をついてるよ。5円か。まあいいだろう、そのくらい。案外寝心地がいいんだ。どういうこと。宿屋代わりになるってこと。とりあえずちょっと防具を見たい。新品同様ピカピカだって。新品じゃないの。革の盾欲しいなー。てか捨ててこパンツ高くね。強いし、旅人の服より捨ててこパンツの方が強いの。革の鎧180円か。革の盾も揃えようとするとまだ全然金足んねえな。売れるもん売ろう。金のネックレス750円で売れる。これ売ってもいいんじゃないか。兵士の剣売ろう。二度と手に入らないかもしれない。いらない。別にコレクターじゃないから俺。布の服は売る。でそこから神、菓子のブーメラン100円で売れるのか。もうブーメラン使わないって決めたら売っちゃってもいいよね。革の帽子とか、あれバンダナと革の帽子だったらなんか革の帽子の方が強そうだな。とりあえず俺盾が欲しい。オッケー。で体験もどうしようかな。なんかもう使わないって決めてさ、スキルポイントとあと手に入れたもの全部売っちゃうっていうのもありだよね。これ装備袋、
自分は多分剣か両手剣、神はナイフかブーメランか。剣と体験だったらな、ちょっと性能が似てるから片方だけ使っていけばいいかなって思うけど、探検とブーメランは全然性能が違うからね、性質が。どうせここらで真面目に働いたって大した稼ぎにはならない。なるほどね。最低賃金とか設定されてんのかな、こういうところ。あれ、なんかいる、怪しいおばあさん。まあただなら受けてやろう。ひどい目に遭うよ。1万ゴールド、たったの100円。ない。はい、お金が足りないよ。かわいそうなやつじゃんのーって。このおばあさんに同情されてしまった。お、びっくりした。なんか一瞬首が曲がってんのかと思った。いや、なんとなくね、パッと見ね。じゃあゴミでも漁りますか。意外にゴミ少ないよね。もっとなんか大量に捨てられてんのかと思った。着いたぜ、ここだ。すぐにオーブを回収するから、お前は邪魔が入らないよう見張っててくれ。見張るも何もなくね、ここ。間違いない、確かこの辺りに。ない。バカな、なんでないんだ。この場所を知っているのは俺とあとあいつくらいしか。まさかデクの野郎、オーブを持ち逃げしやがったのか。くそ、デクの野郎、見つけ出して締め上げてやれ。お前にもあいつを探すの手伝ってもらうぜ。デクの足取りを追うんだ。この先に俺たちが昔ねぐらにしていた下宿がある。2階建ての建物だからすぐに分かるはずだ。まずはそこへ行くぞ。ああ、そこね。手がかりを求めていくか。2階ってなんだ、どうやって行くんだ。普通にこっから入って、懐かしいな、全く変わってないぜ。ここは俺とデクが盗賊だった頃、随分と世話になっていた下宿なんだ。今は盗賊じゃないの。おい、おかみ、おかみはいないか。俺だ、神だ、聞きたいことがある。おかみは留守か、弱ったな。あの人ならデクの居場所が分かると思ったんだが、まあ焦ったところで仕方がないか。まずはお上を探し出してデクの居場所を聞き出そう。お前は町の東側にある日の宮蔵からお上を探してくれ。お上は見ればすぐに分かるぜ。この辺じゃただ一人の赤髪だからな。俺は別の場所を探すとするぜ。今度はお上探しか。どんどん奥に行くね。この子はちょっと話してこう。私魔法使いの見習いなんです。でもお腹ペコペコで力が出ない。とても魔法なんて使えそうにありません。お腹が減るとさ、魔法が使えないの。ふわふわの白パンを目いっぱい食べられる魔法でもあればいいのに。マジックパワーってどういう原理なんだろうね。あ、この上に上がっていく。どうやって。あ、こっからか。日の宮蔵、あ、兵士がいる。ん、あっち行け、帰れ。なんでこんなに来るの。あ、金で買収しようとしている。え、何、金渡してでもあっち行きたいの。単純すぎだろこいつ。
待て、来るな。あ、おかみさんこいつ。てかこの変身イベント何だったの。まったく、おかみはどこに行ったんだ。お前の方はどうだった。おお、ふくよかな赤髪のおばちゃんが下宿の方に向かったんだな。なら話は早い、早速おかみに会いに行くさ。てかお前そっちから来たんだからすれ違わなかったの。どっから来たんだ神は。なんか若干のお使いイベント感があるけど、まあ最初はそんなもんでしょう。ようおかみ、久しぶりだな。ん？いらっしゃいまし、今日はお泊まりかし。あ、あんたまさかカミュちゃんかい。城の連中に捕まってたんじゃないのかい。ひょっとして城下町を騒がせてる脱獄衆ってのは。うん、どうやら訳ありみたいだね。やれやれ、相変わらず危なっかしい子だよ。そう言うなよ、あんたに迷惑はかけないさ。デクの野郎を探してるんだ。どこにいるか知らないか。おやまあ、懐かしい名前だこと。けど最近この辺りじゃ見かけないね。なんでも城下町のお城の近くで店を始めて随分と忙しくしてるらしいよ。羽振りが良くて結構なことさ。おいおい、店を始めるったってあいつそんな金持ってなかっただろ。しかも城の近くといえば一等地じゃねえか。いや待てよ、まさかオーブを。おっと、他人の事情には首を突っ込まないのがこの町のルールだ。これ以上知りたければ自分で聞いてみるんだね。そうだな、礼を言うぜ。おかみ、行こうぜ。城下町に行って大丈夫なの。デカが城下町で店をやってるだと。あの野郎、俺とオーブを売りやがったんだ。締め上げてオーブの行方を吐かせてやれ。売っ払っちゃったんだったらもうしょうがなくね。あれ、兵士元に戻ってる。城下町はあの門を越えた先だ。邪魔な門番には金を握らせるか。だが旅立ち前に余計な出費は避けたいな。もうお金ないよ、いろいろ買い込んだから。そういえばあの門番犬に弱いんだっけか。なら誰かに犬を借りて突破しようぜ。目指すは城下町、城の近くのデクの店だ。犬を借りるってすげえ発想だな。とりあえず印のついている人のところに行こう。お、この子貸してくれ。ドラコ、名前は強そうだ。あの門番の慌てっぷりと来たら用がないならさっさと消えてくれない。一匹狼、レッドベリーと聖水か。レッドベリーは持ってるよね。聖水買わなきゃダメか。てかこの子なんで聖水なんて欲しがってんの。これなんだ、何屋さんこれ。開かない。あ、これ魔法の鍵かな。扉の形的に。じゃああのか弱い子から買ってあげるか。これどっち、このまままっすぐでいいのか。ここが防具屋。で、ここか。聖水を買ってあげよう。20円。おお、待った。聖水。誰が持っててもいいや。はいどうぞ、ミカミックスさんって名乗ったかな俺、自分の名前。じゃあさっきの女の子のところへ戻りましょう。若干目つきが悪かったけど、レッドベリーは普通にイベントアイテムだったんだね。まあ、なんか普通に素材にもなりそうだけど。はいどうぞ。
聖水とレッドベリーを渡します。あ、こいつの好物なんだ。あとはこの聖水を振りまく。あ、魔物に怪我させられて帰ってくる。魔物と戦うんだ犬も。やっぱりなかなか優しい子じゃないか、こうやって聞くと。ついてきてくれる？お、ついてくるね。再建。止まれ。ここから先はデルカダール王国の民が住まう町。怪しいものを通すわけにはいかん。てかフードしてねえじゃん。バレバレじゃねえか。おい、やったな。今のうちだ。城下町の城の近くにあるデクの店へ行こうぜ。てかマジで役立たない門番だなこいつ。給料泥棒だ。デルカダール城下町、少し暗くなってる？あれどっちだ？こっちから行くのか。あーで、ピンクのあれがあるね。なんだ、どこだ？あの中か。城下町がわからんからな。兵士とか無能な兵士ばっかりだな。まあでもわからないものか。こんな近くに犯罪者がいるとは思わないだろう堂々と。あれ、なんだこれ、どこだ、ピンクのやつ。全然わからん。我々にはグレイグ将軍がついている。アサロー。あらやだ、恥ずかしいわ。アミタイツもらってっていいの？もらってきますよ、おばあちゃん。君の編みタイツを売ろう、速攻で。おばあちゃんの編みタイツとか、適当に若い子の編みタイツだよって言って。ああ、届かなかった。売れば金になりそうだ。あ、このクエストのやつとかやってなかったね。装備品は特に同じだよね多分。城の中行ってもしょうがないから。え、どこだ、デクの店。え、武器防具屋さん。あらくれ、教えてくれ。君もムキムキになりたければ魔物と戦い続けることだな。こいつ魔物と戦ってんの？で、魔物と戦えばね、お金も手に入るからね。デック、こいつじゃないよな。全然違う。てか一応もう一回品揃え見てこう。もう忘れちゃった。ゲー、2つしかない。さっきのとこよりしょぼい。こいつも違うね。どこだ、城下町。こいつは何やってんの？リサイタルでもやってんのか。え、中まで入るの？入れる？普通に兵士いるけど。城の近くにあるデクの店。やっぱこの中か。ただここのルートではない。回り込んでいこう。どっかあるかね。これはいけない。ジャンプ無理だ。絶対いけるでしょこれ。下も特にマップ的になさそうだからな。こいつはクエストやろうでしょ。ちょっとほっとこう。なんかこういうところからなんかつながってないかね。
地図見ると繋がってそうな気はする。あ、デクの店って書いてあんじゃん。どうやって行くかだな、中へ。こっちも繋がってないから屋根。屋根伝いに。ここだけなんか、ペンキが剥げてる。あ、いっぱいある。破壊していこう。7円。薬草。あ、てかマジでいけねえ。ちょっと一旦こっちに行って。あ、こいつか。デクの店を探している。金持ちの住むエリアにそんな名前の人の屋敷があった。ついでにいいことを教えてやろう。この家の屋上からロープを伝っていけば、そのお金持ちの住むエリアに行ける。屋上へはジャンプを使わないといけない。こうやっていくのか。屋根伝いに行くってどういうあれだよ。え、ロープってどれ、これ、しかも歩くのぶら下がんのかと思ったら歩くのか。とんでもねえバランス感覚だな。いや、ただ勇者たるものこれくらいのバランス感覚がないとね。え、屋根伝いどうやって行くんだよ。またこれ、とりあえず行けた。誰も何も不審に思わないんだけど。デクの店、ここか。開いてる？へえ、なかなかいい店じゃないか。いらっしゃい。うちで扱ってる品はどれも全部一流の品物よ。じゃあ一流の宝石、例えばオーブなんかも扱ってるのか。あ、兄貴、久しぶりだな、デク。兄貴、カミューの兄貴、お化けじゃない本物の兄貴だ。こっちでよかった。ずっと心配してたんだよ。おい、ひっつくな、離れろ、むさ苦しい。ねえ、ったく調子のいいこと言いやがって。この店だって俺を裏切ってオーブを売った金で始めたんじゃないのか。裏切るわけないよ。兄貴のことは一日だって忘れたことなかったよ。店も兄貴を助けるために始めたんだから。は？俺を助けるため？なんだそれ。大体元盗賊がやってるにしては随分立派な店じゃないか。私、盗みの才能はいまいちだったけど商売の才能はあったみたいよ。兄貴が捕まって、なんとか命だけでも助けようといろいろ考えたのよ。ほっといたらどんなひどいことされるか。だから私、オーブを拾ったと嘘ついて王様にオーブを返したのよ。それでもらった賞金で商売始めたのよ。商売で稼いだ金は城の兵士にばらまいて、兄貴が早く出てこられるよう裏から手を回したってわけ。牢の床にでかい穴を開けても見つからなかったのはそのせいか。妙に監視が緩くて気になっちゃいたが。でしょでしょ、きっと私の渡した賄賂が牢の兵士たちにも聞いていたんだよ。ちぇ、はあ、分かった。疑って悪かった。礼を言うぜ相棒。兄貴、分かってくれて嬉しいよ。けどな、これでオーブは行方知れずか。それなら大丈夫、安心しちゃってよ兄貴。ちょっと店の外までついてきて。え、店の外って
これは骨董品関係かね。まあ俺には全然。あれ、なんかいる。こんな女の子を雇っているとは。あいつデクの妻ミランダです。神さんのことは主人から聞いていました。狙った獲物は逃がさない。天下に轟く大盗賊カン。あいつなんでこんな若くね。あ、なんかおっさんなんだかさ、幼いんだかちょっとよくわかんないよね。デク、どうしたんだよデク。何に安心しろって言うんだ。私、国にオーブを返した後も人を使ってオーブの行方ずっと追ってたのよ。兄貴が大事にしてたのを知ってたからね。オーブはグレイグ将軍が南のデルカダール神殿に移して厳重に守ってるらしいよ。デルカダール神殿だって？うん。確かデルカダール神殿はここから南東。お前の住んでた石とかいう村も多分同じ方角だな。なるほど、手間が省けてちょうどいい。早速デルカダール神殿に向かうとするか。デク、お前も一緒に来るか。残念だけど行けないよ。商売始めた後私嫁さんもらって、それに店のこともほっとけないよ。そういやお前は昔から商売やりたいってよく言ってたもんな。分かったよ、嫁さんを大事にしろよな。それじゃあ足がつかないうちに出発するか。デク、世話になったな。達者で暮らせよ。うん、兄貴も元気でね。あと連れの人も。私の分も兄貴のことをよろしく。南門は兵士だらけで突破は無理だな。グレイグの部下が相手じゃ賄賂を握らせてってのも難しいだろう。仕方ない、遠回りになるが、ベルカダールの丘の南の裏道を抜けてベルカダール神殿へ向かうか。ついでに一種の村にも寄っていこう。というわけで一度仮装に戻るぞ。兄貴、あっちから行くって言うならくれぐれも気をつけてよ。あの先に広がるナプガーナ密林は迷い込んだら二度と出られない危険なジャングルって話なんだよ。噂に聞く秘境ナプガーナ密林か。だが道はそれしかないんだ。上等だ、やってやるさ。よし、じゃあこれは来た道を戻ればいいのかな。またロープの上を渡って、え、行けなくね。あ、ジャンプか。てかレッドオーブって何の効果があるの。これ飛び降りられるかな。その方が早くね。おお、飛び降りられる。これ飛び降りるのは簡単だよね。上に登るのは難しいけど、下に降りるのは簡単に降りられる。ちょっと待って、滑走って出ていくの。こっちか。で、そのままさっき教会から上に来てデルカダールに来たから、それの南だね。まあずっと下の方を目指していけば行けるでしょう。宿屋で寝れるかな。一応ちょっとおかみさんに話しかけてみよう。寝れない。宿屋ってわけではないんだな。まあ特に気にかける。こいつまだここでやってんの。じゃあな。あ、なんとかちゃん、なんとかちゃん、さっきの人だよね多分。え、これだけ。一応話しかけていこう。私の踊りを見ている男の子。へえ。あ、焚き火がある。これってキャンプ場ではない、普通のただの焚き火か。結構街広いよね。
よし、ではある程度装備も揃ったんで、このまま密林を目指していきますか。一回教会に寄っていこう。あ、早っ、もう教会まで来てんじゃん。追っ手がこっちまで来ている。いたか。いや、見当たらん。もう一度町の中を探すぞ。あの明かりの数、ずいぶん人を出していやがるな。ほとぼりが冷めるまでデルカダールには近づかない方が良さそうだ。今のうちにこの先にあるナブガーナ密林を抜けて医師の村へ向かうぞ。で、デルカダールのか、教会前に来てるのか。じゃあちょっと教会で一旦寝よう。あ、なんかこっちが怒ってると思ったら、ただの明かりか。というところで、じゃあ今回はここで終了して、次回はナプガーナ密林の方へ向かっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。